夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色倒そう。さて、一緒に戦おう。くらえ。戦闘で決める。期待してます。ライザーで頼んでいいか。任せろライザー。くらえ。見切れるか。おりゃどうだ。今なら鍵が作れるかも。それおりゃ速度を保ち切り続ける。それこれでおしまい。ライザーで頼んでいいか。これで2投で決める。よっどうだ。ライザネ頼んでいいか。ここは任せる。注意してください。よっどうだ。そりゃよし今ならいけそう。やったねライザ殿。友達だ。打ち込む。開けられたな。いいものが手に入ったのか。この鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。毒のある植物は避けて慎重にな。敵のお出ましだ。気をつけろ。クラウディアさん、前衛は任せてください。任せて。カタリキュータ効かないぞ。おりゃ俺の勝ち。任せろ坊主。くらえ。見切れるか。まずいぞ。どうにかしなくちゃ。そこだ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。貴様を斬る。まとめて斬る。すまん。俺の勝ち。力になれなくて。おりゃ取っていて。まずいな。しゃどうにかしなくちゃ。勝負パティ。ここは任せて。お願いしていいか。ディアン君
こよ。覚悟しなさい、剣に。私としたことが。そこよ、終わりです。あいつやばい、みんな気をつけろ。当てるよ、この位置なら。冷たいの効くよ。もちろんだクラウディア。よっちぇ、効かないぞ。ごめんよ、俺足でまといだ。なるほど。何が入ってるかな。工芸に使える素材はありませんか。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。それ。ライザさんって剣客ですよね。ん？そうかな。子供の頃から走り回ってるからだろうね。もうじき家に帰る時間ですね。あ、いえ、恋しいとかそんなことは。ワクワクするよね。何が手に入ったんだ。可愛らしい鳥ですね。近づいたら逃げてしまうでしょうか。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。それ。敵のお出ましだ。気をつけろ。ライザ。任せろライザね。ここは任せる。止めてみろ。ライザの錬金術。期待してるぜ。俺の勝ち。クラウディア、お願い。クラウディア、私に代わりに行けそうか。見切れるか。速度を保ち、切り続ける。見えた。クラウディア、頼んで平気か。行くぞ。じゃあ、止めてみろ。
これも当たって、地味がなくったって、そりゃそりゃこれで、そりゃそりゃそりゃ速度を保ち、守りが解けた。今なら楽に倒しそうだ。クラウディア、乗りゃいいなぁ。これで戦いそうだよ。当たったよ。乗りゃ当たって、そりゃもう一度、せっ見えてる。これでこれで二刀で決める。今日も頼むぞ。攻撃だけの技だと思うなよ。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。つかねえとな。強くなっちゃったみたい。ねえ、どこに行くのさ。何つ。どうも。何作ろうかな。何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は考えすぎかな。入れる材料は考えすぎかな。何作ろうかな。レベルアップ、どこに入れよう。レベルアップ、いい感じじゃ。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。マテリアル感解放、レベルアップ、いいか。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は考えすぎかな。何入れようかな。どこに入れよう。よし、行け。できた。これでいけるはず。これが改良した光の種か。前よりずっと長く動力が持つし、少しの衝撃じゃ壊れないようになってるよ。賢者様が何年かかってもできなかったことをこの一瞬で。すげえ、すげえよライザネー。ライザネーは開かずの定規を開けたり、賢者様の千里眼を超えたり、光の種を改良したり。俺が思いもしなかったことを簡単に思いつく。俺が閉じこもってたところに風穴を開けてくれる。ライザネーはすごくかっこいい。悪い気はしませんな。
ご満悦のところ悪いが、最後の正念場が待ってるぞ。わかってるってもう。さあ、源者さんのところに行こう。源者屋敷に殴り込みだ。そんな物騒な話じゃねえ。あの人は。行ってみよう。絶対何かあるよ。急な用途のことだが。ええ、それはもう大事な用がありまして。源者さん、光の種不足でお困りですよね。ああ、里は慢性的な種不足だ。そのために部外者のキレンダの助力も得ている。種を集めてきたのか。それならいつも通りの報告を。持ってきた光の種はこれ一つです。一つ？どういうことだ。壊れやすい光の種を錬金術師である私が強化しました。一体どのような仕掛けを。それほど難しいやり方じゃありません。爆発的な力を撒き散らしていた元の状態を押し固めるようにギュッと小さく加工することで、安定して小さな力を出し続ける状態に変えてやるんです。源者さんも当然分かってますよね。種を拾い尽くせばその先はない。なぜなら一から作り出せないから。だから私が長持ちして壊れにくい光の種、貝の作り方を教えてあげようかと。疑ってます？試してみてもいいですよ。その種をこちらへ。器具に組み込んで試してみよう。デアドラ、準備を。は。源者様、本当です。全く壊れる気配がない。親切心だけではないな。何か要求があるのであれば聞こう。アンペルフォルマ、リラ・ディザイアス、両名を解放していただけませんか。なるほど、そういうことか。承知した。両名の解放を約束しよう。こちらも里への周知など準備がある。少し時間をもらえるか。わかりました。そうしたら、ここに詳しい製法をまとめました。誰にでもわかるようになってるはずです。私も限りあるものをどれだけ長く持たせるか研究しているんです。それは奇妙な縁だな。ただ結局これだと時間を稼ぐことしかできません。だから稼いだ時間で今後どうするか里の皆さんに考えてもらいたいんです。ここに住む人たちの未来のために。ライザネ、重ねて感謝する。拠点に戻ってアンペルさんたちを待とう。どちらへ向かいますか。
留置されていた仲間を解放するために大立ち回りをした錬金術師がいると聞いたが、場所はここで合っているか。アンベルさん、リラさん、元気にしていたかと聞くまでもなさそうだな。まったく、こちらにもこちらの考えがあると伝えたはずなんだがな。そういえば何をしてたの。器具の動力消費を抑える研究をしていた。その成果を引き換えにここを出る手はずだったが、弟子に先を越されてしまった。しかも似たようなやり方でな。なるほど、アンペルさんは器具の方を研究してたんだ。似た者同士ってことじゃねえか。アンペル、リラ、ディアン、その説は助かった。ああ気にすんな、いろんなことを経験して俺も楽しかった。はじめまして、今皆さんと一緒に旅をさせてもらっているフェデリーカ・ランベルティと申します。新しい友か、よろしく頼む。随分と大所帯だな。うん、ここまで来るのにいろいろあって。万象の大典、それに鍵と扉か。アンペルさん、やっぱり科学軍刀そのものが万象の大典ってことなのかな。どうだろうな、今一つ情報が足りていない気はするが。錬金術の憧れとか目標を意味する決まり文句で、もっと博識になれって意味なんだよね。一般的にはな。だからライザにもそう教えたんだが。それ以外の意味があるってこと？悪く言えばヨタ話、よく言えば伝説としてな。錬金術師の間に語り継がれるそれらに曰く、無限の英知を所蔵する万象の大典は、時代に貫絶する錬金術師を己が元へと招くため現れる。あ？どういう意味だ？今一番すごい錬金術師さんのところに万象の大典が迎えに来るという意味です。へえ、さすがだなライザネ。あ？でも迎えに来て一体何になるんだ？そこがわからないんだ。結局のところ万象の大典が何なのか。その鍵になるのが竜の風跡かもしれない。そういうことだろ。だな。アンペルさんもリラさんも竜の風跡については知らないんですよね。あいにくながらな。ならやっぱり行くしかないんじゃねえか。アンペルさん、リラさん、遺跡の奥で封鎖された区画を見つけたんだ。門があるなら多分そこ、竜に関連する何かも一緒に分かるかもしれない。またお前たちと冒険をすることになるとはな。目的は一致している。共に行こう、封鎖区画へ。うん。実は今お菓子を作っているんだけど、ちょっと出来に自信がなくて。
フェデリーカに試作品の評価をしてもらいたいの。私に？それは構わないけど、でも。ごめん、話聞こえちゃったんだけど。それならアンペルさんも呼ぼうか。アンペルさんも甘いもの好きだから試作品の評価を手伝ってくれると思うよ。確かに好きなのは間違いないと思います。なのでそれも最初は考えたのですが、あの人はお菓子をお菓子として楽しんでいる感じがしないんですよ。なんというか栄養か何かとしてしか見ていないような気がするんですよね。確かに、その割には一部のお菓子には妙に執着しているようにも見えるしな。ええ、何にしても今回評価してもらうのには向いていないんじゃないかと思って。じゃあ私は？私も別に甘いものは嫌いじゃないよ。どうせタオにあげるやつなんでしょ。そんなライザさんはそういうことを言ってくるので、やっぱり人選としては。ごめんごめん、悪かったよ。しかしこうなってしまっては仕方がありません。お二方にお願いします。じゃあ早速食べてみよう。うん、甘くて美味しいじゃんこれ。私は甘みのトゲが強いので砂糖をあと一つまみほど減らした方がいいと思います。うん、これも美味しいじゃんもっと食べたくなるな。これは歯ごたえから考えてあと5度ほど焼成温度を低くした方がいいかもしれません。なかなか難しいですね。ライザさんの意見は雑だし、逆にフェデリーカのは細かすぎるというか。私の意見雑かな。それなら私が作るわ。言葉だけじゃうまく伝わらないようだし。いや、いいです、大丈夫、伝わってるから。私がもっと頑張ればいいだけなので。そう？正確に説明できたと思ったけど、物事を伝えるのはなかなか難しいですね。フェデリーカ、結構細かい性格なのは分かってたけど、思ってた以上だった。何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べ